今までナチュラルフィガーを見てきましたが今度はリバースフィガーについて説明しましょう。音楽に合わせてみます 最初はフォーラウェイリバースとその後にダブルリバーススピンというごくシンプルなステップから始めることにしましたこの2つのステップはよく踊られると思いますこれらはリバースフィガーと呼ばれるものですまずボディの下半身および上半身の説明に入る前にまず英語のリバースの意味を思い出してみましょうリバースとは後ろへ 逆行してという意味ですですからフォーラウェイリバースを踊るときは上半身の後ろの方へのムーブメントを強く意識しますロレインも同じ感覚を持って踊りますので2人とも後ろに引っ張られながらフロアの上を進んでいく感じですそれではまず悪い見本を2人でお見せしましょういいですか 悪い見本ですよもし私が自分の背骨とボディを全部同じ方向に向けて踊った場合私はすぐロレインのスペースに入り込んでしまい大きな問題が生じてしまいますつまり私はロレインを向こうへ押してしまっていることになるからですその結果ロレインがかなり重く感じられるのですですからそうならないように私の下半身はできるだけ長いアクションと 長いラインで踊るようにしますロレインも同じようにします私の上半身は左サイドと背中の左側を縮めて後ろ方向へ踊りますつまり左へ後ろへと自分のスペースに入っていくのです私の脚部は前進していき回転し後退していきます いいですか脚部が進む方向ははっきりしています。私の上半身は後ろに進むので自分のスペースを意識します。ここからも私は左への自分のスペースを非常に意識します。ヒップは回転させていません。ヒップは後ろへ、足の方向へ後退していきます。 でも私は左サイドを再び収縮させその方向へとシェイプしています今度はこのポジションを維持しながらダブルリバーススピンを行います左方向への気持ちは非常に強いのですが私のヒップはロレインのヒップにしっかり向かい合わせたままですもう一度やりましょう 脚部は前方への感覚が強く、私の左サイドは後方への感覚が強いのです。ロレインはこのステップについてどう思うもちろん私もルカと同じような体重の移動を強く意識しています。でも私の場合はステップを始めるとき、体重は 後ろ方向に移動していきますまた女性は左ショルダーと左サイドを使うのがとても大事です私は左サイドを収縮させることによって常に自分のスペースを維持するように気をつけて踊っていますフォールアウェイの最初のステップを踏み出した直後に頭が前に出てしまうのはよく見られる好ましくない形です それでは互いが引き合っているような体重のコネクションが失われてしまいます。では、ゆっくりやってみますので、足から足への体重の移し方や、左ショルダーのローテーションの仕方に注意してご覧ください。ポジションにつき、体重を移動させ、 左ショルダーと頭を左へ保ちながらわずかに後ろへ引かれていくような感覚ですこのまま後ろへ後ろへと引かれ続けながら最後のポジションに来ます、うん ステップをよりエキサイティングなものにしましょう。踊りはフォーラウェイリバース、ダブルリバーススピン、オーバースピン、レッグロンでスタンディングウィングと進み最後に美しいホバーで終わります。 皆さんはこのステップをすごく難しそうだと思いませんでしたか確かにある程度難しいとは思います。しかし体重の使い方を正確に理解することで、このステップをもっと簡単に踊ることができます。このビデオの最初の方で姿勢とポイズの違いについてお話ししましたが、ここではポイズが非常に重要なファクターになります。 私やロレインが後ろへ引く動作についてお話しするときは姿勢を変えることを意味しているのではありません特にスタンディングウイングを含みかなりのスピードと力を持つ次のステップの場合姿勢は変えませんただし体重は利用しますですからポイズは変化します男性は体の左サイドが離れていかないようにしてください と同時に、左サイドを収縮させて、左へのポイズを増大させます。ロレインも全く同じです。このステップにおいて優先すべきことは、垂直な背骨、方向を表す面、進む方向に対する意識、それと大変良いポイズ、左や後ろに対するポイズです。ではやってみます。 強い左へのポイズのフォーラウェイからダブルリバーススピン左へのスピンを増やすためこの時点で私のポイズは相当左寄りですが姿勢は左ではなく依然として垂直です背中は収縮して前は長くという感覚で私のポイズは左ですローテーションを生み出すには 回転するというよりもむしろ実際は引く力を高めるという感じでどんどん引く力を増大させていきますローテーションを完了させるときは引く力の方向を変えてスウェイに変えホバーの形で終えますここで再度ポイズを変え女性が体を十分伸ばせるようリードします ここれに付け加えるるとはあるかい、ロレインルカが指摘したように皆さんはこのステップで時々混乱することがあるでしょう。難度の高い技術が要求されますから。しかし両脚部を使った体重移動が正しいタイミングで行われさえすればこの難しいステップもいとも簡単に踊りこなすことができるでしょうもちろん、 上半身の使い方にも注意を払わななくてはなりません自分のスペースにとどまるようにしてまた適切な時間内そのスペースにいるようにしてローテーションが終わった時には正しいポジションにいられるように気をつけましょう一番難しい箇所はスタンディングウィングに入るところではないかと思いますここは慌てないでゆっくり行きましょう 男性がロンデをするのを待ってから女性はポジションに入り、ここで自分のヒップが男性の右ヒップのインサイドに入るのを確認してください。これはとても大事な点です。タイミングが非常に重要なのです。二人でお見せします。自分のスペースに入り、タイミングを意識します。 自分のスペースを保ち続けながら、相手にロンでさせてあげ、ヒップをインサイドに持ってきます。ホバーする時もちゃんとバランスが取れています。ここでショルダーと左サイドを収縮させてリラックスします。